アメリカ合衆国で1950年代から1980年代初頭まで販売されていた2セントコイル切手アメリカ合衆国で1917年発行の3セントコイル切手。2枚の切手の間にあるラインは臨偵印刷機の実用版の継ぎ目であるコイル切手、またはロール切手とはコイル状もしくはロール状に巻いた状態で販売されている切手である。 自動販売機もしくは自動調布機にセットするためにこのような形状のものが作られた。日本ではコイル切手は切手収集家の呼び方で郵政省ではロール切手と呼んでいた。20世紀の初めアメリカ合衆国で自動調布機業者の要望でこのようなコイル切手が誕生することになった。初めてのコイル切手が製造されたのは1906年のことだった。 当初はもっぱら民間業者が自社製品のために利用しており、郵政が正式にコイル切手を発行したのは1908年になってからである。500枚もしくは1000枚を一貫にしたものであった。その後も1923年頃までは民間業者によるコイル切手が製造され続けた。臨転印刷機が実用化されていない時代のコイル切手には、 平面版の印刷機にて印刷された普通シートを手作業で加工して製造されたものがある。この時に生じる貼り合わせのつなぎ目を挟んだペアを収集家はペーストアップペアと呼ぶ。臨帝印刷機で製造されたコイル切手には原則として用紙の継ぎ目は出ないが実用版の継ぎ目に相当した場所に何らかの特徴が現れる場合があり。 こうした部分を挟むペアやストリップが収集の対象になっている。コイル切手の特徴として、左右もしくは上下の目打ちがなく、ストレートエッジであることが挙げられるが、イギリスやドイツなど一部の国では紙片に目打ちがある場合もある。また、スウェーデンでは1920年以降、郵便局で販売される切手の大半はコイル切手である。 1938年発行の野木マレスケ2000コイル、切手日本国内で設置されていた切手、自動販売機日本でコイル切手が発行したのは1933年11月1日で、東京中央郵便局に切手の自動販売機が設置されたのが最初である。ただし、一般発売は11月3日からである。その後、周配を行う郵便局など、 一部の壺根で置かれていたが、あまり全国的に普及しなかった。日本のコイル切手は、当初から、はがき、封書額面が主として製造されていたが、1960年代以降、高額の料金や、細かな刻みに対応するため、それ以外の額面のコイル切手も、自動販売機で扱われるようになった。戦前にも、はがき、封書額面以外のコイル切手は発行されていたが、 民間業者制の自動調布器用であって、業者に対し直接売り裁かれていた。1980年代に入ってから切手の自動販売機の設置台数が増大した。日本国内で設置されていた切手の自動販売機は、コイル切手のほかはがきや切手帳も販売していた。1989年から1994年にかけて消費税が導入され、 封書及びはがきの基本料金に1円の波数が付いていた時期には1円の釣り線が出せない構造であったため41円切手は10枚、62円切手は5枚の単位で販売されていた。1997年4月10日からは一部の局には販売時に額面を自動販売機で印字する新方式のコイル切手が登場した。この切手の図案は50円。 80円、90円、130円用の、スズメとイネと椿を描いたものと、即達料金の270円用の、スズメとモミジと椿を描いたものの2種がある。このうち130円切手は、同年12月1日に対応していた、定形外 50g までの料金が120円に、引き下げられたため、販売が中止された。実質八ヶ月しか販売されなかった上、事前に、 販売打ち切りが周知されていなかったため、切手収集家が十分に、ストックを確保できなかった。このため、流通量が限られ、近年では異例なまでにしかが高くなっている。その他、職員のセットミスで、額面10円が印字されたエラー切手や、プログラムの誤りから低額面用の台紙に、額面270円が印字されたエラー切手も存在している。また、 印字機能自体のトラブルも多く発生していた。日本の郵政賞における故障はロールギッであるが、収集家の間では英語のコイルスタンプスに習ったコイルギッが通例的に用いられた。郵政賞が使用するロールギッという表現については、日本で最初のコイルギッの製造に使われたのがドイツから輸入したゲーベル社の突板輪転機だったことから、 ドイツ語由来の故障を採用したものと推測されている。しかし、近年では切手がコンビニエンスストアで24時間購入することが可能となった。また、切手自動販売機が設置されている郵便局の多くには時間外窓口があったため、合理化の一環として2007年7月をもって切手自動販売機が全面廃止された。それ以降日本では、 コイル切手の新規発行はされなくなった。なお、日本郵政公社からコイル切手の販売中止についての発表がなかったため、切手収集家の中には、その事実に気づかなかったものも少なくなかった。ありがとうございます。